さあ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティの NC 比嘉と大きな和村村長のねったちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。番組へのメッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。この放送は収録となってますので、すぐにメッセージの対応できませんのでご了承ください。はい、そしてこの番組は NC 比嘉さんが質問状を送って返信していただいた方のみ出演できるラジオでございます。質問の内容は人生の理念、活動、失敗談、ターニングポイント、現在の活動、見せる未来、フェイバリットワードでございます。3日目の今日は現在の活動となっております。それでは NC 比嘉さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。マテさん、もうだいぶもうほぐれてますね緩みすぎかなって引っ張れたとかいや、だいぶいい感じだと思います。本当にやっぱこう柔軟性というか、さすが楽しんでますね。さすがですね、飛びプロで飛び回ってたからかなと思うんですけど、まあそんな又吉さんですが、はい、まあ初日にですね、3つのポイントで、ゴルフ、継続性、はい、コーヒー農園というところを挙げさせていただいて、まあ、ラベリングで、ネイチャーリサーチャーということで、自然研究者っていう、はい、自然にものすごく精通してたっていう、お話でしたね。で、はい、それで前回、この失敗談と学びというところをいろいろ聞かせていただきました。この小学校から始めてですね、はい、このアマの時代に、プロの選手を見て、ものすごい夢のある輝いた世界だな、そこからプロを目指し始めたというところ で、 で、その中でまあ大学とかですね、そういうところで真面目に取り組んでた、うん、無意識ですが、うん、その中で、現在出資者の方と出会うことがあって、うん、その真面目な姿勢を、うん、現在の仕事に、精通してるっていうお話でした。で、今回その現在の活動につながるんですが、はい、その又吉、株式会社又吉コーヒー農園さん、その代表取締役で、はい、あられますこの又吉さんに、はい、その仕事のお話をですね、実際お聞きしていきたいなというふうに思います。楽しみ。で、まあ、最初にちょっとお聞きしたの、このまずコーヒー農園始める際のきっかけは何だったんですか。そもそもの、そもそものきっかけは、はい、まあ、コーヒー園が以前、はい、かぐや姫っていう、沖縄かぐや姫っていうバラ園だったんですよ。はい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 、お花、バラを咲かせて入園料をいただくっていう観光農園だったんですが、そのバラがですね、あの台風でやられてしまって全滅しちゃったんですね。でもその、全滅する前の年ぐらいからかな、その前かな、はい、から、まあ、この時は父がやったんですけど、はい、農薬がすごいんですよね、バラって。そうなんです。週に1回必ず農薬撒くんです。でこれだけ東村の、はいはいはい、自然環境あふれる場所で、はいはい、ここだけがこんなに農薬漬けの農業、はい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 、でこの農業を、まあ、父が、じゃあ私息子や誰かに引き継ぐときに、これって進められる農業かって、なんかいろいろ考えることがあったらしいんですね。はいはいはい、でそういった中で、そうすると気持ちが少しずつバラから離れていったタイミングで、また台風で全滅になって、じゃあこれはもう切り替えをしましょうっていうタイミングなのかなということで、コーヒーになっていたんですけども、ただコーヒーを選んだ理由も、はい、無農薬栽培できるものはなんだっていうところから逆算なんだ、はい、で探すと、まあ、ほとんどないんですけど、うんうんうん、ただコーヒーだったら無農薬でできるよっていうことを、まあ、父がですね、知り合いの方から伺って、うん、で試しに始めたら、うん、すごくうまくいっていたので、じゃあコーヒーでちょっとやってみようかと、うん、いうことでコーヒーに切り替わっていきました。あったかエピソードあったかむちゃくちゃ心打つエピソードじゃないですか。やば、いいっすね。聞かないと分かんないな。すごいいいストーリーですね、うん、なんか映画にできるんじゃないかって台風から始まって本当にめっちゃピンチからみたいなゴルファーの息子が帰ってきた。そうですね。でそんなこの又吉コーヒー農園さんのこれ理念とかってあるんですか、この会社の。まあ、理念といいますか、コーヒーをやるにあたって、はい、やっぱり日本でコーヒーやるんだったら、はい、世界でも通じる本当にいいコーヒーを作っていこう、美味しいコーヒーを作っていこうっていうのはやっぱり最初に掲げて、今いろんな勉強はしてますね。勉強研究もしてます。じゃあ一回ですね、同じ、はい、去年私は卒業して、青年会議、名護青年会議所でも同じなんですが、はい、そこでもなんかこのコーヒーのちょっとレクチャーしていただいて、消費者の温度とかで、はい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 、苦味が変わるとか、はいはい、そういうのいろいろ、それはですね、あの実際あの視聴者さんぜひ又吉農園さんとか ね、 東村にね、体験で
ぜひあのご自身で、ね、東村にぜひやっていただきたいと思うんですが、はい、そんな又吉、コーヒー農園さんのちょっと所在地ですね、ちょっと、はい、ご紹介したいんですが、沖縄県の国頭村のですね、東村、はい、その下差しのところにあって、まあ、営業時間が9時から5時まで、はい、不定休で、まあ、駐車場がだいたい30台ぐらい止めれるようなう、ね、ところで、やられています。概要が、まあ、又吉コーヒー園は、まあ、コテージ、キャンプ場など、まあ、都会の喧騒を離れてやんばるの自然の中でくつろげる空間ですということで、あとは東京ドーム2つ分の、敷地面積の桃園では、ね、まあ、コーヒー、マンゴーのファームがあって、ご希望の方は見学、まあ、そういったこともできますということで、あとは東村やんばるの大自然に恵まれた地域、まあ、これが一番、いいところ、売りですよね。まあ、そんな中 で、ね、サービスが、まあ、大きく分けて2つぐらいあってですね、まず体験というところなんですが、まあ、ちょうど2020年去年1月1日がそこから県内でも3番目に始まったこのジップラインですね。要は谷と谷に張ったワイヤーをうわーって滑走していくスリルと爽快感ですね。そういったアクティビティ、あとは、バイクバギーで、そのバイクバギーというバイクに乗って、そのツアー、その亜熱帯の森をどん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 探索するような、家族で楽しめるようなアクティビティがあるっていうことですね。すごいね。あとは、毎年11月から、まあ、3月、そこはコーヒー収穫と、まあ、焙煎体験、そういったことを案内してますということで、2時間半で収穫したコーヒーの実から、コーヒーになるまでの全ての工程を知る大人の体験学習、大人のこれ響きましたのちょっと先行くってやつですね、まさに。で、あとは食べると止まるっていうのができるってことで、まあ、カフェもされてるってことで、ここでは、まあ、その独自のフード、あとコーヒーとかですね、はい、あとは果物、マンゴーもありますので、はいはい、その果物ジュース、新鮮な果物ジュース、そういったものも楽しめますということです。あとは、バーベキューとかですね、宿泊、キャンプ、そういったものも利用可能ということです。で、キャンプは、キャンプのみですね、サービスをご利用できます、はい、敷地の中で。で、あと宿泊に関してはこれぜひ、皆さん、ホームページ見てください。ロケーションやばいっす。やばいっすよね。あとジャグジーあります、セレブ感覚大自然でやばいっす。でアンドバーベキューです。これ至り尽くせりっすよ。もう本当に喧騒から離れて、この贅沢な時間をものすごく味わえるのかなというような感じですね。そうですよね、うん、あとは、コーヒーの豆も売ってらっしゃるということで、うん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 、ここちょっとお聞きしたいんですが、この豆の種類って何、どういったものを品揃えとしてはあるんでしょうか。販売をしている豆は、まあ、常時海外の豆ではあるんですけども、はい、まあ、海外のスペシャルティーコーヒー、これをまあ6種類以上、はい、揃えてます。お、海外6種類ですよ。それも厳選ですよ。厳選のかなり選んでますね。はー皆さんすぐに行ってください。すぐチェックしてください。この中で一番聞きたかったのがですね、はいはいはい、実は自分はこの宿泊むちゃくちゃいいなと思って。そこ知らない人多いしね。あれ実は例えばですね、売りってどこを魅力としてちょっと、打ち出すところがあるんですか。やっぱり自然の中で泊まるっていうところはあったんですよ、はい、もうあとはそうですね、ジャグジーがものすごい評判良くて。やっぱそうですよね。皆さんこれ外にテラスにありますからね。じゃあテラスです。テラスやばいっすよ。そうですね、すごいオープンになりますし、はい、あとは周りにですね街灯がないので星がすごいですね。やばい、ロマンチックすごい。あ、そうなんですね。もうその東村の空ももうその日はあなたのものですってことですか。その通りです。いただきます。ありがとうございます。やばいっすね。もう星空すらもう自然も全部込みでサービスとして、楽しめるってことですね。いいな。そういうことです。いや、そんなですね、はい、まあ、又吉コーヒー農園さん、はい、本当にですね、皆さんぜひご興味ある方はですね、このホームページね、もう全部載ってますので、そこでコーヒーで大人の体験もしながら、ぜひコーヒーについて、あ、そういった北部で特化したコーヒーというのをこういうことやってんだなというのに触れながらですね、そうですね、自然をものすごくこのサービスとして、はい、楽しみながら時にはキャンプしてるという形で、家族でですね、みんなで総出で、ぜひ楽しんでいただけたらなというようなお話でしたね。はい、はい、ということでまだまだ聞きたいんですけれども、以上となります。そんな又吉コーヒー園のホームページがございます。又吉コーヒー園で検索をお願いいたします。
そして連絡先はですね0980432838、 0980432838 でございます。そして我々へのメッセージは LSM のホームページがございますので、そちらからお願いいたします。そしてラジオの裏話もブログと YouTube でアップしております。ノートというブログのサイトで KATSU カツで検索をお願いいたします。 KATSU カツです。YouTube でもやっております。ネッタちゃんで検索、ネッタはカタカナで、ちゃんはひらがなで検索をお願いいたします。それでは以上となります。ありがとうございました。LSM プロジェクトは、いっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよしだいすけさん、成田ペールワンの協賛でお送りいたしました。どうもみなさん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889 070-3803-7889、 待ってます。LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ごはんよしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。